はい。では、新しいお話いきます。Number one. 一緒に読むよ。せーの。Gradually, Meg got accustomed to the slow and free life, which Fred took for granted. はい。いきなり難しいよね。Gradually. これはだんだん。徐々に Meg got accustomed to. get accustomed to で何々になれる。何になれたのかな ?slow, ゆっくりで free, 自由気ままな life, 生活になれたんです。で、この生活ってどんな ?which から文章で説明しています。Fred took for granted. take 何々 for granted. これで当たり前だと思う。だから Japanese children take そうね。3 meals a day for granted. 1日に3食を当たり前と思ってる。そうじゃない子たちも世の中にはいるけどね。で、これは、この life、ゆっくりで自由気ままな生活を which Fred took for granted. Fred は当たり前だと思っていた。メグちゃんにとっては目新しかったんだよね。しなくちゃいけないことが何にもないなんて。もう一回行きます。せーの。Gradually, Meg got accustomed to the slow and free life, which Fred took for granted. はい、次も読むよ。Ready, go. She read books during the daytime and listened to operas at night. One stormy night, she was sleeping in a huge bed that stood in the middle of the large guest room. はい、止まります。huge bed の huge は、enormous と同じだよね。巨大なベッドで寝ていました。で、ベッドの説明が、まあ、which でもいいんだけど、that stood in the middle of は、so in the center of と同じ真ん中、大きな guest room、客室の真ん中に立っていた、大きいベッドで眠っていた。はい、次行くよ。せーの。All of a sudden, Fred burst into the room and shook Meg. まあ、all of a sudden, 昔やった。なんとなくわかるよね。suddenly と同じ。突然。burst はいいです。突然、フレッド君が飛び込んできて。部屋にね。shook は何の昔?そうだね、shake。メグちゃんを揺さぶったんです。次行くよ、せーの。He cried, come with me, Meg. We had better go down to the cellar. cellar というのは、地下室。まあ、すごく大きな部屋っていう感じじゃなくて、食料品を、置いてあったりとかね、する地下室です。で、had better は何だった?した方がいい。僕たち、地下室に行った方がいいよって。次、get ready, go. As soon as they ran out of the room, they heard the windows smashed by the tree branches. 後半には線が引いてないけど、まあいいや。As soon as 久しぶりだから。何々するとすぐにだよね。彼らが部屋から出たらすぐに何が聞こえたのか。They heard the windows. 窓がね、smashed. Smash は?ジンジャー君の骨が砕かれた時にやったよね。粉々に砕かれました。By the tree branches. 木の枝がバーンって当たったんだね、風でね。で、それが聞こえたと。はい、次行くよ、せーの。Grandpa George was waiting for them downstairs. Come on, Freddy's friend. Watch your step. Watch your step ってよくアナウンスでもエスカレーターのところに流れてない?足元に注意しなさいっていうこと。ね。で、次行くよ、せーの。Then he opened the narrow door, which led to the cellar. Narrow は、幅が狭い、狭い道とかに使う。だから、まあ、横幅の狭いドアを開けたんです。どんな door? Which led to the cellar. これは、lead の過去形。leader の lead、導く。で、lead, led, led ね。セーラー、地下室に通じているドア、幅の狭いドアを開けました。もう一回行くよ、せーの。Then he opened the narrow door, which led to the cellar. はい、number two.
これは自分で読んでおいてください。Not only the hurricane, but also tornado. Tornado は何だった？うん、そうだね。わかるよね。竜巻ね。で、そのすぐ下の行に、tremble というのがあります。本当は E で終わってるんだよ。震える。それから、at はね、この場合、何々を聞いてっていう意味が入っていると思ってください。I was surprised at the news なんて言うと、ニュースを聞いてびっくりしました。まあ、2級を受ける人は一番の対策のためにちょこっと at で聞いてっていう意味があります。Howling ってね、吠えるっていう意味なの、how って本当は。だから、吠え声のような風の音、ものすごい風ってことだよね。crash は？そう、バーンっていう音ね。その下に線引いてないけど、even Fred seemed scared。なんだろう、even って。そうだね、何々でさえ。その下、we have hurricanes in summer。グランパジョージのセリフだよ。こんな時にも微笑んでこういうことを言えるんだからすごいよね。でね、次、it will pass。通り過ぎるよっていうこと、このパスはね。はい、次、覚えるところです。Ready, go. No storms last forever. この last っていうのは、先週っていう last week の last とは違います。動詞です。続くとか持つっていう意味。だから、どんな、嵐も永遠には続かないんだよっていうこと、No がついてるから。ね。もう一回せーの。No storms last forever. まあそうだね。いいこと言うよね。それから cheerful 線が引いてある。これは陽気な。だからチアリーダーは、陽気に元気づける人たちなんだよね。選手をね。それから、念のため、whole building っていうのがある次の行に。The whole building。whole は？うん、全部が、全体が、ホールケーキ。ケーキのホールでお願いしますって言ったら、丸々一個の丸いケーキ全部だもんね。次覚えるところ、ready go. As long as we are in the cellar, the wind won't hurt us. で、hurt は？うん、傷つける。でね、as long as もやってるの。何々の限りはでしたね。だから、僕たちがセラー、地下室にいる限りは、風は私たちを傷つけないでしょうよ。グランパジョージが言っているんです。で、次せーの。Mother Nature is angry because humans have hurt her. すごい。実は哲学的な方だったのね、グランパジョージって。母なる自然という意味です。Mother Nature は怒っているんだ。だって、humans have heart. heart は傷つける。現在から全部一緒。heart, heart, heart. 過去分詞の heart だよ、これ。現在完了形。昔も今も人間たちが、母なる自然を傷つけてきたから、自然が怒ってるんだね。要するに、mother がついてるってことは、自然を女性扱いにしてるわけ。heart っていうのは、mother nature のことです。でね、次、いいセリフなので一緒に読みませんの。But you have been kind to her. だけど、メグちゃんがね、あまりにも怖がってるからこう言ってあげてるわけ。君は彼女に優しくしてきたでしょって。昔も優しかったし、今も優しいでしょ。メグちゃんですもの。だから、I believe she likes you. この C は誰？そう、Mother Nature。だから母なる自然も君のことが好きだから。You are going to be alright, Meg. いつも Fred is friend って言ってるのにちゃんと Meg って言ってあげた。だから大丈夫だよ、君は Meg ちゃんって言ってあげたんです。優しくって強いんだね、グランパジョージ。ではテストします。Number one。だんだん Meg ちゃんは、ゆっくりで自由気ままな生活に慣れました。Excellent. Gradually, Meg got accustomed to the slow and free life. どんな生活？フレッド君は当たり前だと思った生活。Okay. Which Fred took for granted. まあ、that でもいいですよ。
全部つなげて Ready go. Gradually, Meg got accustomed to the slow and free life, which Fred took for granted. はい、次覚えるところはどれだ？あ、たった。したらすぐに、彼らが部屋から出ると、走り出たらすぐにですね。Good. As soon as they ran out of the room, 足元に注意してね。はい、watch your step. で、それから彼は幅の狭いドアを開けました。ここまで。Yes. Then he opened the narrow door. どんなドア？後ろ文章で説明。地下室に通じるドア。地下室に導いているドア。Good job. Which led to the cellar. 全部つなげて ready go. Then he opened the narrow door, which led to the cellar. Number two. どんな、嵐も永遠には続かない。No で始めてください。Right. No storms last forever.ラスト持つっていうのはね、例えば、he won't last any longer. もう彼は持たないでしょうよ。例えば、マラソンだったりとか、新しい仕事だったりね、そういうふうにも使います。じゃあ、陽気な。はい、cheerful。はい、している限りで始めてね。僕たちが地下室にいる限りは、ここまで。As long as we are in the cellar,風は私たちを傷つけないであろう。The wind won't hurt us. 全部つなげてせーの。As long as we are in the cellar, the wind won't hurt us. じゃあ、母なる自然は怒っているのだ。どうして？なぜかというと、人間たちが彼女を傷つけてきたから、昔も今も。Great! 長いのによくできた。せーの。Mother Nature is angry because humans have hurt her. でね、実はインターミディエイトのクラスで、下線部をここに来る直前にちょろっとやって覚えてくるだけの子がほとんどだっていうクラスがあったんです。で、全くそこの他の部分、お話の内容をフォローしてない子が、全員だったのね。実は手を挙げさせたんです。他の部分にもちゃんと注意して読んでますか？さあ、読んでない子が全員だったので、そのクラスは実はテキストをもう、やめてしまったんです。意味ないから。だって、今まで習ってきた、構文とかをね、復習のためにあちこちに散りばめている、覚えられたらいいなっていう新しい単語を一応散りばめている。で、こんなに時間かけて、ここまで手間かけて、テキスト作ったり動画作っても下線部以外に全く注意払ってない節子に怒られなきゃいいやっていうだけで覚えてくる。で、意味ないのでそのクラスはまあちょっと消滅気味かなと思うんだけど、そういう方がいたら、私はそんなのはでもやっぱりできませんっていう方がいたらちゃんと言ってください。 Maybe you should go to another school, okay? はい、では2週目いきます。 Number 3読むよ、せーの。When the eastern sky became pink and gold, Grandpa George climbed out of the cellar and called Fred and Meg. You can come out now. ここで止まります。で、eastern ってどっちの？そうだね。東だよね。日が昇ってくるところだからね。で、東の空がピンクと金色に輝き出したとき、なったとき、Grandpa George は climbed out of the cellar. 地下室から登って出てね、呼んだの。You can come out now. 次行くよ、ready go. The hurricane is gone. And your room is gone, Freddy's friend. そう、で、gone はなくなっちゃってる、行っちゃったよっていうこと。ハリケーンも行っちゃったんだけど、ゲストルームも行っちゃったんです。で、次せーの。He was right. The tornado had taken the guest room away. 念のため、なんで had taken だと思う？そう、昔の昔だよね。だから、こうやってフレディーフレンドの部屋がなくなっちゃったよってグランパジョージが言ってるのが昔、過去。でも、ゲストルームをトーネードが持ってっちゃったのはさらにその昔だからね。
まあ、細かいことはいいです。A2 級を受ける人はちょっと片隅に頭の。次行くよ、せーの。The house was badly damaged. Meg sobbed. I am so sorry, Grandpa George. 止まります。The house was badly damaged. 受け身、どういうこと？家はひどくダメージを受けたと、受動態です。でね、sob というのは、激しくおえつをして泣くこと。もう、すすり泣きじゃないの。うーんってもう泣いているの。で、I am so sorry って、ごめんなさいっていうお詫びをしているわけじゃなくて、もともと I'm sorry は、残念な時に言う言葉なんです。なんて言ったらいいのかな。例えば誰かが亡くなった時に、I'm sorry とも言うわけ。ね、自分が殺したんじゃないんだよ。ごめんなさいって言うんじゃなくて、残念ですね。それを聞いて残念だわって。だから、本当にさ、もう残念だわって泣いちゃったの。グランパジョージがかわいそうで。はい、次行くよ。せーの。Your house is destroyed. 何 ?destroy。そうだよね。破壊する。激しく壊れている状態です。で、次も ready go。What will you do?Grandpa George made a fire and began to cook breakfast. He said, Oh, don't worry about my house and me. Can you hear the birds? And can you see the river? すごいよね、Grandpa George。さっさと火を起こして、転がっていたフライパンかなんか持ってきて朝ごはんを作り始めたの。だって鶏は無事だし、魚はいるし、ハーブはちょっとクシャンとなってるかもしれないけど、あるんだから。できるできる。でね、心配しなくていいんだよって。鳥の声聞こえるだろうって。川もそこにあるでしょ？見えてるでしょ？はい、次せーの。As long as fish and birds are okay, I will be okay. なんだっけ、as long as。うん、する限りは、している限りは。だから、鳥と、魚が大丈夫ならば、その限りは僕も大丈夫だよ。はい、次せーの。If Mother Nature lets the animals live, I will live. まあ、なんて深い言葉でしょう。しかも難しい。let というのは、させるだったよね。例えば、let me help you だったら、うん、私にあなたをお手伝いさせてください。で、ここ、母なる自然がレッツさせてくれるならば、もしも、if だから。何に何させてくれるの ?the animals, 動物たちを live, 生きさせる、生かせてくれたならば、I will live. 僕も生きりながらえる。大丈夫だよ、生きていけるよっていうこと。こんなこと言えたら先生すごいかっこいいと思う。もう一回せーの。If Mother Nature lets the animals live, I will live. うん、でも本当のことだよ、これはね。で、次、ready go。Meg hugged Grandpa George and said, You are the strongest man that I have ever met. え、ハグは？まあ、ハグするだよね。うん、もうぎゅーって抱きしめって言ったの。You are the strongest man. あなたは一番強い人よって。どんな that で文章を説明加えます。I have ever met. これまで会った中で一番強い人よ。ちょっと余裕があったら中3生。strongest とか first とか、すごく強調する言葉一番。ね。あるいは一番最後とか。強調する言葉を説明する文章をくっつける場合。じゃなくてダットの方がいいんです。一応高校になったりするとそうやって習うはずです。はい、最後の文章いくよ。せーの。I am glad I could stay with you. なんだっけ、stay with? どこどこのとこにお泊まりする。はじめはあんなに嫌そうだったのにね。グランパジョージのとこにお泊まりできてよかったと思うわって言ってくれたの。はい、ナンバー4、自分で読んでおいてね。で、最後の文章を覚えるんだ。せーの。It is true that extreme experiences change people. はい。本当だとか真実だ。true が本当だだからね。真実だ。と言ってしまって何が that 以下です。extreme というのは極端な。だから極端に弱かったり、極端に強かったり。
だから極端な experiences、 とんでもない、もう途方もない極端な experiences、 何？経験だよね。経験は人を変えるっていうのは本当だね。そうね、このぐらいのことがあったらめぐちゃんもちょっと変わるかもね。ドロンコ歩いても平気だし、蚊が一匹ぐらいいたってなんとも思わないし、うん、雨が降っても平気、ほぼ平気じゃないけどね。はい、ではテストします。Number three。あなたのお家は破壊されてしまった。はい。Your house is destroyed。もし母なる自然が動物たちを生かしてくれるならば、ここまで。Excellent。If Mother Nature lets the animals live、一応 Mother Nature なので三単元扱い。let に S をつけてますよ、動詞にね。で、僕も生きるだろう、生きるだろうよ。I will live. はい、全部つなげて、せーの。If Mother Nature lets the animals live, I will live. あなたは一番強い人だわ、ここまで。うん。If、あ、間違えちゃった。You are the strongest man. で、どんな私が今まで会った中で、はい。That I have ever met. 全部つなげて、ready, go. You are the strongest man that I have ever met. 本当よ、と言っちゃいます。うん。It is true. 何が本当の内容。極端な、途方もない経験は人々を変える。そうだね。that 以下の that を入れて、はい、that extreme experiences change people. つなげます。せーの。It is true that extreme experiences change people. Good job, everybody. それでは単語の復習もしっかりしといてください。バイ。